皆さんこんにちは、花城ココアです。今日は1年に1度の質問コーナーをやっていきたいと思います。ココチューブ、先日ですね、コミュニティの方に質問を募集させていただきました。たくさんのご質問、皆様ありがとうございます。今回で3回目の質問コーナーになるんですけども、1回目と2回目で答えてるものとかもあったので、そのご質問に関しては1回目と2回目の質問コーナーを見ていただけたらなと思います。今回はね、せっかくたくさんのご質問いただいたので、初めて来た質問とかね、あとは時が経って更新された情報とかあれば、そちらを中心に答えていけたらなと思うので、ぜひ皆さん最後までご覧ください。それでは123キロ超えの質問コーナースタート。ココチューブ、花城ココアのお名前は本名ですか？ズバリ本名じゃありません。10代の頃からコンセプトカフェで働いていて、その時に使っていた名前が花城ココアだったので、そのままの延長線上で今でも花城ココアっていう名前を使ってます。宝くじが当たったらどうしますか？当たった金額によって変わると思うんですけど、とりあえず当たっても誰にも言わないと思います。一人っ子ですか？妹のパウダーちゃんがいます。なんか太ったかもって実感することありますか？ありますあります。もうね、動いてて体が重かったりとかすると、いや絶対太ったって思ったりとかしますね。歯は丈夫ですか？まあ、丈夫なんじゃないですかね。最後に歯医者に行ったのがもう2年ぐらい前のことなんですけど、その時は歯医者さんに異常ないって言ってクリーニングだけしてもらいました。最近買った一番高いもの、あと好きなブランド教えてほしい。撮影用のカメラ。好きなブランド、自分が着るとか着ないとか関係なくして、シャネルのお洋服のデザイン性とかは好きです。ココアちゃんが今一番欲しいものは何ですか？ゲーム配信部屋、撮影部屋、編集部屋。生まれ変わっても同じ人生は歩みたいですか？今も人生も別に嫌だってことはないんだけど、どうせ生まれ変われるなら別の人生歩んでみたいですね。男性になりたい。最近ハマってることありますか？あったら何ですか？フィットボクシング。旦那さんもココアちゃんの全ての動画を見てますか？また一緒に見ることもありますか？いやー、今回もなんですけど、質問コーナーさ、私の質問なのにさ、旦那さんの質問めちゃくちゃ多いですよね。いやー、私より人気者か。毎年私がもらうチョコの数よりも旦那さんがもらってくるチョコの数の方がめちゃくちゃ多いんですよね。どう頑張っても旦那さんの人気にかなわない。ああ、そうそうそう、旦那さんが全ての動画を見てるかっていうと、完全に全部見てます。なんだったら私の SNS とかも全部見てると思います。この先和食洋食中華どれか1種類しか食べられないとしたらどれを選びますか？私は洋食です。和食かな。ココアちゃんの必需品は何ですか？カバンの中身紹介など見たいです。カバンの中身何にも入ってないんですよ。なんなら冬場とかだったらコートとか着て、ポケットにお財布と携帯とか入ってればもうどこでも行けるような感じだから、カバンの中は常にすっからかん。あ、でも最近ね、エコバッグとかね、持ち歩くようになりましたね。お砂糖入れ替えましたか？あ、これあれですよね。私がいつもお砂糖を袋のままから使って料理をしてるからですよね。今までね、なんでお砂糖とかお塩をね、袋のまま使ってたかっていうとね、気に入った入れ物が見つからなくて、結局袋のまま使ってるって感じだったんですけど、最近ね、やっとね、納得するものができて買ったんですよ。買ったんですけど、まだ入れ替えてないです。せっかく買ったから早く入れ替えなきゃね。ココアさんが尊敬している方を教えてください。ちょっとこれ答えになってるかわからないんですけど、深く関わりたいなって思う人って、大体私から見て何か尊敬する部分がある方が多いので、いつも仲良くしてくださってる友達とかみんな私尊敬してます。逆に何か尊敬してるものがある子じゃないと友達にならないかもしれない。以前動画で食べ物の鑑賞をやりたいとおっしゃってましたが、どんな食べ物を鑑賞したいですか？今ね、一番やりたいのはお寿司。たまにスシローさんとかが誰々シェフ監修の何々みたいな感じでお寿司出してるんですよ。そういった感じで私もなんか商品出したいです。独身時代と生活面で変わったところは、独身時代結構前のことなので、どうだったっけな、何変わっただろう、わかんないです。ただ独身だったら YouTube 一本でやろうって決める判断は私にはできなかったと思います。今後 YouTube 一本で食べていけるかなって考えた時に、独身だったらちょっと将来のこと考えちゃうかな。 YouTube をやめた後に私が他にできる仕事ってあるかなって考えちゃった時に、なかなか YouTube 一本でやる勇気はなかったと思うので、そういった面とかで考え方は変わったかもしれないですね。ポカちゃんの動画には確か動物とかペット関係のものなかったですよね。あったらごめんなさい。動物はお好きですか？動物ね、普通に好きです。動物園とか行くのもね、結構好きだしね、ワンちゃんとか猫ちゃんとかの動画を見たりとかしてるので結構好きだとは思うんですけど、生き物を育てるっていう責任感が私にはないので、自分では育てることができないので飼えないです。でも見たりとか猫カフェ行ったりとかするのは大好きです。焼き芋にマヨネーズかけるの好きなんですけど、ココアちゃんはかける派ですか、そのまま食べる派ですか？焼き芋にマヨネーズはあんまりやらないんですけど、焼き芋にバターとか、あと韓国の方って焼き芋にキムチを乗せて食べたりとか
とかするんですって。だからそれをやったらね、すごい美味しかったです。1日ビッグエンジェル体験企画してくれませんか。いやー無理でしょ、私アイドルってキャラじゃないもん。未開封の1キロの薄力粉の賞味期限が近づいて焦っています。ココアちゃんなら何に使いますか。1キロかー、しかも薄力粉でしょ。まあとりあえず自分が好きなシチューとかあとグラタンとか作るけど、多分それでも1キロってなかなか消費できないと思うから、前にね使い切れないことがあったんですよ。あ、じゃあパンをつければいいんだと思ってレシピ調べたんですけど、そしたらよくよく考えたらパンって薄力粉じゃなくて強力粉なんですよね。だからパン作れないやと思ったんですけど、中には強力粉と薄力粉を一緒に使って作るパンっていうのもあったんですよ。だから強力粉を買い出してパンを作って薄力粉は消費できたんですけど、強力粉が今余ってるっていうね。薄力粉とかさ、もうちょっとちっちゃいサイズでね売ってくれたらねいいんですけどね。あ、ごめんなさい、全然答えになってなかったわ。指輪をしないのには何か理由があるんですか。ですね、結婚指輪のことですよね。まあ、なんでつけてないかっていうと、つけてないっていうか、太ってつけられないだけです。結婚した時って100キロ私なかったんですよ。だから太ったからね、もうつけられないっていう。今度やってみたい企画とかありますか？これはですね、もうずっとやりたいんですけど、海外のディズニーに行くこと。YouTube を始める前は1年に1回海外のディズニーとか行ったりとかしてたんですけど、もう最近行けなくなっちゃったので、落ち着いたらね、海外のディズニーに行って撮影したいなって思ってます。お疲れ様です。ストッキングはどうしてますか？ M から L。L か LL しかなくて困ってます。全然ありますよ。3L、4L、5L、6L とかたくさんあるので、そういったものを使ってます。通販で言ったら日線とかで売ってると思うので探してみてください。ヘアケアはどうやってますか？ヘアスタイルとかヘアカラーとか決める基準とかありますか？私すごいクセ毛なんですよ。だからストレートヘアに憧れてるので、3ヶ月に1回は宿毛矯正に行って、月に1回ヘアカラーをしてトリートメントをしてっていう感じですかね。中学生ぐらいの時からね、白髪がめちゃくちゃ多いので白髪が目立たないようにするのと、あとはもう美容師さんにお任せでやってもらっちゃってます。ガマチューブ。YouTuber を辞めるってなったらどんな理由が考えられますか？辞めてほしくないですけど、不快になったらすいません。単純に飽き性なので、他にやりたい仕事とか見つかったら辞めちゃうかもしれない。YouTuber を始めるとみんなに言った時の反応は、主に旦那さんの反応を知りたいです。YouTuber になるわって言ったのが、多分私、メイドカフェのお客さんに言ったのが一番だと思うんですけど、そしたらみんな、へーって感じでしたね。旦那さんの反応は大賛成でしたね。むしろ私は YouTube を始めるなら機材を揃えてからしっかりした状態でやりたかったんですけど、とりあえず形から入るんじゃなくて、1本上げるところから始めようみたいな感じで、結構前向きなアドバイスをいただきましたね。というのもですね、私が YouTuber 始める前から旦那さんはね、 YouTube とか YouTuber の方と一緒に仕事をしてることとかもあったので、全然私よりも YouTube の知識とかがねあったりとかしたんですよね。だから今も機材のことに関してとか編集の方法とかはもう旦那さんの方が詳しいので、アドバイスとかめちゃくちゃもらったりとかしてます。最近ハマってる食べ物はイチゴ。これ言うとさ、結構さ、ぶりっ子だって思われちゃうから、ちょっとあんま嫌なんですけど、もうイチゴはね、週に3、4回は食べてる。学生の頃はどんな体型でしたか？まあ、高校までは運動してたから50キロまでもなかったんですけど、細いっていうよりもゴリマッチョって感じでした。痩せたいなと思うことありますか？全然あります。もし思うなら痩せたら何をしたいですか？もうこれあれでしょ、仰天ニュースに出る。そして痩せる秘訣を YouTube で発信する。もうこれがやりたいですね。お酒が好きで毎日飲んじゃいます。ココアちゃんも毎日飲んでますか？休肝日ありますか？これがですね、最近私ね、全然ね飲んでないんですよ。というのも撮影の時は飲んだりとかするんですけど、夜中にねゲーム配信をしてるから、ゲーム配信前にお酒飲むと喉が痛くなっちゃうから、あんまり飲まなくなっちゃいましたね。最近食べて一番感動した食べ物を教えてください。この間企画でも食べたおにぎり。スキンケアについて教えてほしいです。洗顔保湿何使ってますか？洗顔、普通の洗顔。本当にこだわりなくて、なくなったら薬局で安いのを買い足してる、そんな感じです。保湿もね結構ねいつも言ってるんですけど、全部無印です。豆乳、化粧液と化粧水と乳液、もうこれだけです。これ言っちゃうと元も子もないんですけど、多分普通に肌が私は強いだけだと思います。なんでそんなに可愛いんですか？これはですね、ぶっちゃけ私のことを可愛いって思ってる方って心がね広い方なんですよね。私が可愛いんじゃなくて、可愛いって思ってくださってる皆さんの心が広いだけなんじゃないかなって思ってます。体重が3桁とのことで、病気とか大丈夫なんでしょうか？ニコニコしながらご飯を召し上がってるので、お体のことはとても心配になります。これもよく言われるんですけど、私体重は異常なんですけど、それ以外病気とかも特になく普通です。血圧とかもどちらかっていうとすごい低いんですよね。
ただ家計的に年を取ると高血圧とかになる家計だから、ちょっとこれから気をつけなきゃいけないなって思ってます。ココアちゃんのストレス発散法が知りたいです。食べること以外で何かしてることなどありますか？よくさ、ストレスを発散する方法って聞かれたりとかするんですけど、その前にストレスをためない方法を考えた方が早いんじゃないかなと思って、ストレスをためないようにマイペースに生きてます。私は1年で9キロ太ったんですが、ホルモンバランスが崩れて生理が遅れたりして、まあ30代になったのもあるのですが、ココアさん体重の増減で婦人科系の不調出たりとかしないんですか？何か健康を気をつけておられることがあれば教えてほしいです。これもよく聞かれるんですけど、普通に月に1回生理来て、普通の量で普通に何にもないんですよね。ただこれは太ったからとか痩せたからとか関係ないと思うんですけど、昔からね、生理痛は結構ね重い方ですね。我が家は夫の帰りが遅く、22時から23時くらいに帰宅するのですが、つい寂しくなって帰宅時間に文句を言ってしまいます。かわいい。うちの旦那さんもですね、帰宅が21時とか23時とか、下手したら午前様とかあるんですけど、寂しいと思ったことがあまりない。夫婦円満の秘訣はですね、私が何か努力してるっていうのは特にないんですけど、とにかく旦那さんが優しいです。すごい優しすぎるから、これは何かで返さなきゃいけないなって思って、夜ご飯はちゃんと作っておこうとか、まあ、帰ってきた時にね、お家が綺麗な方が気持ちいいだろうなと思って掃除をしたりとか。秘訣って何なんでしょうね。でも私はとにかく旦那さんをリスペクトしてますね。マジでリスペクトって感じ。ココアちゃんは自分に自信がなくなったら落ち込むことはありますか？あります。自分のことね、めちゃくちゃ好きとかそういうタイプでもないし、心が落ち込む時はとにかく運動するといいと思います。フィットボクシングおすすめです。ココアちゃんときめも GS シリーズ全部の中で推しは誰？私はテルから離れられない。あとね、他の方でもね、今の推しは誰ですかとか、彼氏にするなら誰ですかとかあったんですけど、私も佐伯テルキュンが最高に一番好きなんだけど、今のこの34歳の私が付き合ったりとか、推すってなったら、もう、断然七つ森みのるくんです。選べない。みんな大好き、みんな大好き。 DDDD 買ってよかった家電や調理器具などを知りたいです。まず大きい家電で言ったら冷凍庫ね。あと細々としたものだったら、私すごい大好きなメーカーがあって、山崎実業っていうのがあるんですけど、そこでね、小さいなんかキッチン用品とか、あとお風呂用品とか買ったりするのが好きです。旦那さん、顔にモザイクでもいいから登場してもらって夫婦対談とかしてほしい。お互いの好きなところとか、より詳しい馴れ初めとか。旦那さんはね、仕事柄ね、動画に出ることができないんですよね。それが残念なんですけど、私なんかよりも全然喋るの得意だし、コミュニケーション能力あるから、絶対に旦那さんの方が YouTuber 向けだとは思うんですけど、旦那さんが仕事辞めたら寝ててくれるかもしれない。パウダーちゃんの顔出しの予定はないですか？隠れファンなのでぜひ見たいです。パウダーちゃんは仕事の縛りとかないから全然顔出しは OK なんですけど、本人が絶対に顔出しはダメって言ってるので多分ダメだと思います。ちなみにパウダーちゃんは私よりも身長高いし、スラッとしてるから、顔もそんなに似てないので、あんまり兄弟って思われないですね。最近は旦那さんとどこか一緒にお出かけとか行ってるんですか？これなんですけど、旦那さんがね、全然仕事休みないので、ここ最近一緒に出かけたなっていう記憶があるのも、コストコぐらいしかないですもんね。最後にですね、質問コーナーでもいただいたりとか、あと普段のコメントでもいただくんですけど、なぜか旦那さんと別れたって言われるんですよね。あんまり一緒にいることが少ないんですけど、今もですね、隣の部屋で寝てますし、全然普通に一緒に生活してます。ココチューブ。はい、ということで全部お答えできなかったんですけども、質問に答えさせていただきました。冒頭でも話した通り、今回ご質問多かったのが、旦那さんのことについて、体重のことについて、健康のことについて、まあそれ以外にもいろいろあったんですけども、できる範囲でね、皆さんが知りたいことをね、企画とかにしていけたらなと思うので、今後のココチューブも楽しみにしていてください。この動画が面白いと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。花城ココアでした。バイバーイ。ぽっちゃりレイドカフェだから、これはなモテると思ったのに、全くモテモテない。たくさんのご質問